Luard. Kitaka, Brafta. Mata watashi o utsu tsumori ka? Chigau yo, Luard. Atashi tachi wa anata o settoku shi ni kita no. Settoku? Luard. Konzetsu no renkin jutsu wa ima sugu yameru beki desu. なにかと思えば、またその話か。お前には分からないのか。この根絶の錬金術の力が、どのようなものも作り出せる根絶の錬金術こそ、思考の錬金術なのだ。ルアード、その力では、 人を幸せにすることはできません。根絶の錬金術を使い続ければ、いずれ自然の力は枯渇する。一時の利益のために未来を犠牲にする錬金術など間違っています。ルアード、ソフィーを見てください。ソフィーは日々錬金術の腕前を上げています。このまま成長すれば、将来はきっと 多くの人を助ける錬金術師になることでしょう。あなたの錬金術は、ソフィーのような未来の目まで積んでしまうことになるのですよ。気の長い話だ。不確かな将来のことなど私には関係ない。今、この素晴らしい力を極めることこそ大事なことだ。私の目的は、 この錬金術を極めること、昔から変わらず、これただ一つだけだ。ううん、違うよ、ルアード。あなたの目的はそうじゃなかったはずだよ。何？これを見てよ。それはプラフタとルアードが 初めて作った道具だよ。これが二人のきっかけだったんでしょ。ルアードは本当に錬金術を極めることが目的だったの？そうじゃないでしょ。あなたの本当の目的は、願いは錬金術で人を幸せにすることだったはずでしょ。思い出してよ、ルアード。耳障り。 私はただ錬金術を極められればそれでいい。第一、私のやりかたが最も近道なのだ。幸せが目的だというのなら黙って見ていることだ。だが私の邪魔をするというのなら、ルアード、話を聞いてよ。ソフィー、もういいです。 500年という年月はあまりにも長すぎました。私が記憶を失ってしまっていたように、ルアードも元の思いなどとうに忘れてしまっていたのでしょう。しかしこのまま根絶の錬金術を続けるというのであれば、ルアードを放置するわけにはいかない。私はルアードを撃ちます。でも、 ここでルアードを止めなければ、多くの人が不幸になるでしょう。ソフィー、あなたが幸せにしたいと願う全ての中に、私たちは必要ありません。私たちの代わりに、将来、より多くの人を、あなたの手で幸せにしてあげてください。プラフト、さあ、杖を取って。うん。 行きますよ、ルアード。我が地こそが思考の地、貴様らごとき阻ませはせぬ。
全てを断ち切る。この剣で追撃します。全てを断ち切る。この剣で上等は任せてください。攻撃に参加するよ。
します。見せてあげるよ、秘伝の剣を。上等を任せてください。逃がさないから。遊んでやろう。錬金術の力、味わいなさい。バカな、破れるというのか。体を動かす感覚、いいものですね。しまい、私たちはもう錬金術は使えない。もう元の姿には戻れないのね。信じられないよ、僕たちが負けるとはね。それはきっと願いの差なのではないでしょうか。ルワード、あなたは根絶の錬金術を極めることだけを目標に、己のためだけに錬金術を使っていました。しかしソフィーは違います。ただひたすらに他人のために錬金術を使ってきた。私やあなたも含め全ての人を幸せにしたいと願い、努力を続けてきた。錬金術は願いの力です。
知っていたはずですよ。願いが強ければ強いほどその力を増すと。万人の幸せを願うソフィーの錬金術に利己的なあなたの錬金術が勝るはずがなかったのですよ。なんだ、今まで僕たちがやってきたことは全部無駄だったのか。普通の錬金術師に敗れて錬金術も使えなくなって、私たちって結局何だったのかしらね。無駄なんかじゃないはずだよ。え？全部無駄なんかじゃなかったはずだよ。確かに根絶の錬金術は間違いだったかもしれないけど、プラフタと一緒に故郷の村を助けたいと思ったその思いは無駄じゃなかったはずだよ。昔プラフタと一緒に目指した夢まで無駄だったなんて言っちゃダメだよ、ソフィー。これはプラフタとルアードが最初に作った道具。これを見て元の夢を思い出してよ。行こう、アトミナ。行こう。あの二人、これからどうするんだろう。分かってくれたのかな。はい、大丈夫ですよ、ソフィー。きっとソフィーの言葉は二人に届いています。きっと。うん、そうだよね。じゃあプラフタ、帰ろうか。ええ、そうですね、ソフィー。私たちのアトリエに。皆さん、どうもありがとうございました。おかげで助かりました。あら、急にかしこまっちゃってどうしたの。あなたらしくないわよ。いや、ルアードをなんとかできたのも皆さんのおかげだし、その…水臭いぞ。ああ、そうだ、君にはいつも助けてもらってばかりだからな。いつでも力を貸すさ。その通りだよ、ソフィー。僕たちの仲じゃないか。遠慮はいらないよ。少し骨は折れたが、悪くない経験だった。はい、ソフィーさんの力になれたならよかったです。そういうことよ、ソフィー。皆さん、はい。さてと、それじゃあ私は帰ろうかしら。さすがにちょっと疲れちゃったわ。そうだね、みんな疲労が溜まっているだろうから、ここで一旦解散にしようか。あ、はい、本当にありがとうございました。それじゃあまた。あれ、二人は。私はもうちょっとソフィーと一緒にいようかなって。ああ、オイラもさ、ちょっとそんな気分なんだ。そっか、じゃあ二人とも一緒にアトリエに行こうか。ああ、よし、それじゃあアトリエに出発。そうだな、オイラももうクタクタだよ。三人ともありがとうございます。おかげで無事ルアードを止めることができました。私からもモニカ、オスカー、本当にありがとう。水臭いわよ、二人とも。
そうだよ、オイラたちの仲じゃないか。二人とも、うん、そうだね。しかしだ、ソフィー、残念だったな。え、何が？何がって、知識の大釜だよ。綺麗さっぱり消えちゃったじゃないか。まあソフィーらしいといえばソフィーらしいけどな。どうしよう、プラフター。ああ、私のすっごい錬金術が。ソフィーはもう知識の大釜がなくとも素晴らしい錬金術師になっているじゃありませんか。え、本当？はい、少なくとも私はそう思っています。そうね、もうおばあ様と比べても遜色ないんじゃないかしら。確かに、頼めば大抵のものは作ってくれるしな。そうかな、私すごい錬金術師になってるかな。私に言わせればまだまだ学ぶことだらけのひよっこですけれど。ああ、言ったな。さて、そろそろ私は帰るわね。ああ、じゃあオイラも帰ることにするよ。うん、二人とも今回は本当にありがとね。今度みんなでお茶しようよ。たくさんお菓子作っておくからさ。そうね、楽しみにしておくわ。お、オイラも楽しみにしてるぜ。それじゃあな、ソフィー、プラフタ。とりあえず一段落だね。はい、ひとまず終わりました。どうしました、ソフィー。いや、なんかプラフタと会った時のことを思い出しちゃって。あの時はびっくりしたよ、突然本が喋り出すんだもん。確かに驚かせてしまったかもしれませんね。その後もプラフタを本から人形にしたり、ルアードを説得しに行ったり、本当にいろいろあったな。ええ、本当に。はあ、さすがにちょっと疲れちゃったよ。そうですね、もう今日は休んじゃおうか、プラフタ。はい、それがいいと思います。あれ、誰だろう。はーい、開いてますよ。突然すみません、ソフィー。あ、ホルストさん、どうしたんですか。実は近所の子供が食あたりを起こしてしまいまして。大変申し訳ありませんが、薬を作ってはいただけないでしょうか。はい、任せてください。揺れて揺れて揺れ落ち。
吹き